栃木の名店を訪れて美食をめぐるとちめし。宇都宮市の競輪場通り沿いに今年の3月にオープンしたばかり、高タンパク低糖質の肉料理専門店、筋肉レストラン。店内は日差しが差し込む明るい空間、男性だけでなく女性にも嬉しいこんなこだわりが。全てのメニューにカロリー表示と三大栄養素、タンパク質、脂質、糖質も全て書かせていただいて、そういう数字とかも気にしている方もたくさんいると思うので、そういった人が来てくれたらいいなと思って、こういうお店を作ろうと思いました。女性に人気なのが鶏胸肉のステーキ。オイルに丸1日漬け込んだ鶏胸肉に下味をつけ、表面を軽く焼いて旨味を閉じ込めます。お肉が硬くならないよう、仕上げはオーブンでゆっくりと火を入れたら、ジューシーな鶏胸肉の焼き上がり。最後に付け合わせと一緒に盛り付けて完成。筋肉レストラン自慢のうまみをぎゅっと閉じ込めた鶏胸肉のステーキ。ジューシーに焼き上げるその秘訣は？胸肉とかささみって、パサパサになるケースがかなり多いんですけど、火が入ってるか入ってないかぐらいの瀬戸際の部分で出させていただいているので、そうやって焼くことによって、すごいジューシーなお肉に仕上がりました。絶妙な火加減でジューシーに焼き上げた鶏胸肉のステーキ。ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。